59回選手候補生のファイナル決勝です。この一戦のみバンク5周回勝負、距離は2025メートル。 S を取りに出たのは大外枠9番の上野正彦、そして7番の渡り口も今度前に接近伺ってきます。あとは2番の志田流星から5番の桑名良也、8番の木村湊斗、位置を探った渡り口下がって降りてくる形ですが、犬伏が入れるかどうか。渡り口と犬伏が並んできますが、犬伏が5番手3、4コーナー、渡り口が6番手で立て直す。そして4番山崎が7番手、6番大巻8番手、同県3番山根翔太9番手から進めています。2月の時期に卒業記念が行われるのは79回生以来、平成9年以来24年ぶりのことです。119回生の男子の決勝2周目に入りました。前段は9番の上野正彦が固めています。スピードも総合力も持ち合わせています。3連勝9番の上野正彦、同じく3連勝2番志田流星2番手、中部の新世代の期待の星志田流星、過去のトーナメント戦では頂点まであと少しとしていました。3番手は5番の桑名、競輪への適応力と勝負度胸が光る5番の桑名良也3番手ポジション、あとは8番の木村湊斗は4番手、潜在能力安定して発揮できれば一段と弾けそうに思われます木村湊斗、真ん中5番手は犬伏優也が構えています。湧き立つような勝負根性とスピードのキレが抜群、トーナメント戦は2回とも決勝4着としています。それ以上を目指す犬伏優也、6番手が7番の渡り口勝成、つけ込みどころを探るのが勝利への糸口、日大出身の渡り口、6番手から進めて、あとは7番手山崎渡、独走力が上がってきた状態で卒業記念決勝を迎えた山崎渡、あとは6番大巻大輔、養成所での意気込みを審議体の成長と資料に記してありました大巻大輔、大仕事をやってのける可能性も十分。同県3番山根は9番手、その山根翔太は中央大学出身、山口の宮本俊介の3年後輩、時代のマウントを取れるかどうか山根翔太。さあ残り2周でまず大巻に山根、この2人で上がってきますが、9番の上野ちょっと突っ張って、上野とあとは大巻2番手収まって、山根が3番手、志田流星と桑名が中段、外から犬伏も仕掛ける感じで木村が行って、渡り口と山崎は後方鐘を聞いた。3番の山根がジャンスギ先行で2番手大競り取り合いか、上野がイン粘りで志田流星ちょっと浮いた、そのマークの桑名は3番手4番手の並走ですが、大巻避けて犬伏が中段外の状態です。木村と渡り口が後方で、最後方から山崎まくり上げた最終 1,2 コーナー、3番の山根思い切って逃げ勝負、長い距離を踏み上げます。9番の上野完全部位なるか、志田流星3番手、5番の桑名が動いていった、ここに1番犬伏が切り替える、3コーナーまくった5番の桑名が一車線半抜け出して飛び出していく、上野が足を使って2番手ですが、その上から2番下流星2番手上がっていますが、あとは2番手争い、志田と犬伏が直線コース突き放した、桑名良也が押し切った、ゴールイン。